おはようございます。マスチマリオでございます。底辺ユーチューバーでございます。あ、上やったっぺ12月12日にミニアルバム五輪フリースタイルが発売になります。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日は日付変わって今日のお昼、えー、金曜日のお昼ですね。12月10日金曜日のお昼。 レ、えー、ップっていうヒップホップ専門インターネットラジオ局があるんですけども、えー、そこで行われているお昼12時から「えー、ジブラズ・ランチタイム・ブレイク」っていう番組がありまして、えー、ジブラさんのお昼の番組ですねそこでですね「えー、ミュージック・バトル・チャンピオンシップ」という、えー、選曲で戦ってみようよっていう企画があるんですけどこれ度々やっていて今回が、えー、第5回目の開催なんですかね。いつもなんかあの 16人トーナメントみたいにやってるんですけど今回はまあ年末ということもありまして8人トーナメントで僕が出させてもらうことになりまして、えー、と本日のお昼12時にですねゆいキッドさんと戦わせていただくことになりました、えー、ですので、えー、もしまあ金曜日のお昼休みとかにね、まあ、もし聞けるようでしたら聞いてみてくださいで僕はこの大会でね、あのー、優勝して。 えーまあ、ぶっちぎりで優勝するかなと思いますけどもねまあ、優勝して、えーあのーあまあ、フリースタイルティーチャーとかにも、ね、呼んでもらえるように頑張ろうかなっていうねあのそ,ういうそういうこと言うとねあのみんな見て見ぬふりしますからね、えー、まあ、とりあえず頑張ってやっていこうかなと思いますけどもねまずまああのフリースタイルティーチャーへの道っていうね。 絵の道っていうねのもあるかなと僕思いますんで、えーあのー、その勝手に、えー、ラップ甲子園激闘ラップ甲子園への道みたいな感じで僕も激闘フリースタイルティーチャーへの道っていうみたいな感じでやっていこうかなと思います。で土曜日はですね「ラップスター誕生」ね、えー、夜10時からやりますんでそれも、えー、チェックしようかなと思ってで先週の放送がね全然面白くなかったんで、えー、今週 もう面白くなかったらちょっと大変だぞっていうね気持ちで、えー、思ってますそして、えー、日曜日、えー、ここずっと YouTube の冒頭でもね告知していた12月12日にミニアルバム「五輪フリースタイル」が発売になりますよっていうね、えー、発売になりますんで日付変わったら発売になりますんで、えーまあ、土曜日フリス、えーと「ラプスター誕生」を見て、えー、1時間ぐらいぼーっとしたら ぜひね、えー、僕の EP もね聞いてみてほしいかなっていう、えー、今回の EP はですねあの、まあ、前回の「おっさんの恐怖症」というのがちょっと意識高い系というかね、あのー、ちょっと、まあ、説教臭くなっちゃった気がしたんでねユーモアをね多めに入れるっていう感じで、えー、ちょっとその辺意識してやってみたんでね 楽しいアルバムにミニアルバムになっているかなと思いますんでぜひ、えー、ともよろしくお願いいたします、えー、そんな感じでございますけどね今日はあの単純な告知という感じでございますけどもねまああとはね、えー、やることが結構多いんだけどもね一生懸命やってかなきゃいけませんなっていうねことでございますやること多い時に限って何にもやんないみたいなこともあるしあとはそのねまあ無理しないでね、えー、睡眠とったり 休息を取りながらするっていうことも大事なんだけども、暇な時こそやる気が出てきたりとかね。なんかや忙しい時こそやる気がなくなったりとかね。まあ、なかなかね。世の中は大変難しいですよね。その自分のやることと向き合うというのはねまあ、タスクっていうんですかね。タスクと向き合うっていうのはなかなか大変なんですけどもね。でもやる気っていうのはあのスタートボタンではなくて。 えー、始めてからちょっとしてから出てくるっていうねあのー、ものなんでね始めるっていうことが、ね、大事なんですよね「just do it!」ってね言いますけどもねもう今すぐやれっていう言いますけどもねそうやる気が出ないんだだからできないんだっていうんではなくやる気っていうのは。 えそのやる気スイッチとかってよく言いますけどもそんなものはね始まってしばらくしてからポチッと入るもんですからとにかくいいから始める始めるためのハードルを下げるってね今日は電源つけるだけやろうパソコンの電源つけるだけやろうっていうふうにして電源つけたらあこれやっとこうっていうふうにいけるわけですからねハードルを下げる。 あとまあ部屋があの散らかっていたりパソコンを出すのに準備の時間がかかるっていうふうな状況だとやっぱやりづらいんでとにかく始めるためのハードルを下げるいつでもパソコンの電源は押せる状態になってますっていう状況を作ってで今日は電源つけるだけにしようっていうふうにえーハードルを下げていくっていうのがね大事なんかなと思います。で、お分かりラップ情報っていう あのまあ,あの企画というかねあの、まあ、人にインタビュー取りに行くって企画もこれも結構やってまして今は結構取ってますんで、えー、面白いインタビュー動画みたいなのもねこれからどんどん上げていければなとも思いますなんで、まあうん、チャンネル登録はね、まあ、してもしなくてもいいんですけれどもねあのお分かりラップ情報っていうのは札幌で今そのイベントをやろうとしていてそれインタビュー動画と、まあ、イベントっていう感じのもの で考えてやってるんですけども、えー、まあ、しばらくはね僕一人で動かしていこうかなと思ってるんでだから企画運営もそうだし撮影編集もそうだしあのまあとりあえずは全部自分一人でまずやっていこうかなっていう感じなんでまあ、もしあの応援していただける方いらっしゃいましたら、えー、頑張れと持、ね、っていてください。<laughs> あとまあ一応 Twitter の方では「お分かりラップ情報」というアカウントありますんで、えー、それをフォローしていただければなと。 でまあそんなこと言ってるんですけどもね札幌でイベントやっていこうかなと思うんですけど意外とやっぱ僕が「このアカウントフォローしてください」とか言うとやっぱ半分ぐらいね東京の方がフォローしてくれるというかそれはすごく嬉しいんだけどなんかあのもっとね札幌のにいる、えーまあ、見込み客っていうんですかそのあとまあヒップホップ ファンみたいな人をもっと掘り起こしていければなというねこれが実際何人いるんだろうっていう例えば「MC バトル好きです」とか「ラップスター誕生」を見てますっていう人が札幌には何人いるんだろうっていうところなんですよね。まあ僕のことめっちゃ嫌いだからあの本当にずっとブロックしてるとかっていう人も中にはいると思うからあの単純に Twitter だけ見て数えるというかというのは難しいと思うんだけど。 でもねもうちょっとね多分日本にラップスター誕生を見てる人っておそらく5万人か10万人はいると思うんですよ。そんなになにいかかかか万万万人か3万人か4万人かだとしたら、まあ、東京大阪横浜名古屋福岡ぐらいで多分半分かそれ以上まあ2万人。 で残りの1万人が残りの40都道府県みたいなところにいると思うんですよね。で、まあ単純に人口で割り算してもあの1000人ぐらいは札幌市にもいると思うんですよ。で、その1000人が例えばね500円とか1000円ぐらいラップに月使ってもいいですよってなった時に。えー どんんだけ僕ににそれれを使っっってててくくるるか話なですよ、ね、地元だから使うっていう意識の人もいてくれるかもしれないしでも普通にまあ今月1000まずエイウィッチに使うでバットオープンに使うアクロに使うフリーピアッツに使うとかってやっていってやっぱそこの取り合いってすごく今実は難しくなっているよねというね全く何の話か分かんなくなりましたけども、えー、北海道とか札幌のラップ好きの人、えー、ファンの人お客さんの人もうちょっとね掘り起こしていって。 えー、僕にかなりと時間をね使ってほしいよで使う価値のある、えー、アーティストにな,なっていきますので「見とけよお前ら!」っていうね地元のアーティストを応援するっていうね気持ちはやっぱね北海道はね他の都道府県に比べるとちょっと薄い気がするんですよねだから、えー、僕が全てその問題を解決しようと思いますなのでえー、来年からまた本気出そうと思いますけどもね本気出すって言ってもね僕はあの ラップをもう一から出直しですね頑張るっていうラップって本当はうんめちゃよけりゃみんな聴いてくれたはずから <laughs> めちゃいいラップをするっていうまずそこに立ち返っていこうかなって思ってますんでそのためにできることをやっていこうかなと思いますんでよろしくお願いいたします。今日は寝起きで一発 告知だと思って思りましたけども歌話もありますんでこれもうわジブラさんのラジオに出るぞっていう,、えー、もうみんなに自慢してやるぜっていう気持ちで動画を回し始めたらなんやかんや、まあ、10分ぐらいはおしゃべりしちゃったっていうハードルを下げるっていうね Just do it! Just do it! 今すぐやれ just do it ねこの Just も、do、も、it、もやっぱ日本には翻訳しづらいというかやっぱ日本人って頭で考えちゃう日本人っていうのはおかしいけどやっぱ日本語で思考してる人ってすぐやれ今すぐただやれっていう感覚ってジャスト・ドゥ・ウェイの感覚と行動するするんだとにかく行動するんだただの行動をするべきそれみたいなそれをすべみたいなそう感覚ってやっぱ。 日本語の構造としてねあんまりその「just do it」の感覚と同じ感覚ってやっぱないと思うんですよねあの頭の回路の中の,あの物語として。だからねちょっとやっぱり引っっっっっっ込みににななななちちちゃゃたたりりり性格暗くなっちゃったり頭でっかちになりやすすいよような気がするんだよねあとこれ本当に根拠があるのか分かりませんけど日本人って不安を感じるホルモンみたいなのが全世界で一番多いみたいな。 東アジア人がそれがすごく多くて逆にアフリカ人ととかにほ例えばまあそのなんだろうそホルモンというか遺伝子だったかなだからめっちゃ大きい動物見て例えば檻の向こうにいてもめっちゃ大きい動物見てうわ怖いやだなあんなの近くに来たら嫌だなって思うかうわでっけえあんなでっけえ動物いんの楽しいねって思うかって性格とかもあるけど。 やっぱそのホルモンとか遺伝子の影響もあるみたいで,でそのアフリカの黒人の人とかはそれがあんまりないんですって。で日本人とかまあ中国人韓国人はそれが多いらしくてそれってやっぱりま単純な何なだろうその抑うつ傾向だったりうつ病になるとか自殺しちゃうとかっていうのにもつながると思うし単純にこうストレスの減らし方とかあのライフスタイルにも影響を出ると思うんですよね。 だからなんかなんだろう陽気の人苦手とか僕もまあどっちかっていうと陽キャ苦手だけどそういう感覚って実はその,民族性ったりするのかもしれないないいっていうで今ねそのあらゆるエンターテインメントとかカルチャーが欧米が先に走っているそれをに追いつけ追い越せだって言って例えばまあクラブで DJ 聴くなんてのも。 もともと「WearHole」まあ、あのビアホールであの生バンドで演奏してるやつをビール飲みながらダンスするみたいなのも明治明治しょうんまあ戦後か戦後ぐらいからまあありましたけどね日本にもね。でもそれもまあ言っても欧米の文化であるわけでしてそういう欧米の文化を日本でもやっていこうぜっていう時に。 やっぱある種欧米化しないと自分の内面とかも欧米化しないとこうなんだろう,こうみんなと一緒におっきい音で「イエーイ!」ってなるみたいなのってやっぱここ何十年だと思うんですよね日本に来たのって。でもアメリカとかヨーロッパとかアフリカとか南米とかではもうちょっとこう元からあったバイブスというかみんなで。 騒ぐっっっってて言も日本ととやっぱやぱり方違ったと思うんですよねそれがそれにあの向こうに合わせていくっていう過程でこう日本の民族性みたいなものとか社会性みたいなものとの圧力みたいなのはねきっと生まれてるんだけどそれただの考え方とかセンスとか好みの問題以外にもそういったあのー、遺伝子だったりホルモンみたいなものもね関係してるのかもねっていう。 だから別にね僕無理して踊んなくてもいいと思いますよねクラブとか行ってもみたいなね全然関係ない話とかになっちゃったりするっていうでまあこれがおしゃべり好きのおしゃべりですよねうんなんでまあいやでもとりあえずねなんかねフリースタイルティーチャーに出たいんですよねっていうことをね言っていこうと思ってるんですよだからねその「まっ、あ、ちゃんティーチャーはいいんじゃない?」 みたいなことをもし感じてくれてる人がいるんだったら、その空気をですね、えー、もっともっと増やしていきたいんで、えー、言ってみてください。友達とか、ツイッターで。まっちゃんティーチャーいいと思うんだよね。とか、まっちゃんティーチャー出たいとかって言ってるけど、俺も出てほしいよ。みたいなことをまあ言っておいてください。だからそう思ってない方は、 えー、そもそもこの動画最後まで見てないと思いますけどもねまあそんな感じで、えー、やっていきたいと思いますんで金曜日お昼、えー、ラジオに出ますっていうのとまあ土曜日ラップスター見ようねっていうのとラップスターから、えー、1時間ぐらいぼーっとしてたら僕の新作が発表になりますよっていうことでございますよろしくお願いいたしますあとはねダイエットとかもね頑張っていかなきゃいけないなって思っておりますんでまあそんな感じでした、えー、ありがとうございました 最後にこれこれで締めればいいんだね今まで考えたことなかったけど私。あど